こんにちは。理科の田中です。今日も光の不思議について学習を進めていきます。まずは鏡文字です。鏡文字とはご覧のように左右が逆になっている文字で、鏡に映すと鏡の中では正常に見える文字のことです。反対側に鏡を置いてみても正常に見えます。なぜこのような現象が起きるのか、これは光の反射の学習をしてぜひ後で確認してみてください。鏡文字を作るには、まず文字をコピーして、それを裏返し、裏から透かして文字をなぞれば出来上がります。作った鏡文字を鏡で見るとご覧の通り。逆に普通の文字を鏡に映すと、鏡に映っている鏡の中の文字が鏡文字ということになります。次にトンネルライトです。車で長いトンネルに進入したとき、トンネル内の照明がずっと先まで続いている、そういう様子を見たことはないですか？このトンネルの照明のように作られた商品がトンネルライトです。しかもトンネルライトは光源に赤、青、緑の光の三原色のLED ライトを用いているので、とても綺麗で、玄関のディスプレイやインテリアなどにも実生活で用いられています。このトンネルライトの LED 光源は一体何個あるのでしょうか？数えてみようとしても光源がついたり消えたりしているので、ちょっと難しいですね。一番手前の LED 光源の数を数えてみると、赤、青、緑という順で6組、合計で18個でした。では奥に何列あるのか、そこがよくわかりませんね。ここで電源を切ってトンネルライトをよく観察してみることにしました。電源を切った状態ではトンネルライトの表面は普通の丸い鏡になっています。そして横から見ると奥行きは約6センチで、それほどありません。だからたくさんの LED 光源を並べることは不可能ですね。中を見てみると LED 光源はなんと1列しかありません。先ほどの観察から最前列の18個だけということになりますね。その後ろについているのは鏡です。丸い鏡が中にももう一枚ありました。その後ろは何もありません。表面の鏡と内部の鏡、その間に LED 光源を丸く円に18個並べてある。そういう構造だったんですね。すなわち2枚の鏡の間で光が何回も反射を繰り返す。これがトンネルライトの仕組みだったわけです。せっかくなので、
分解した状態で LED 光源をつけてみました。前から見ると鏡の角度がずれたため、先ほどのようにきれいには見えませんね。最後に光ファイバーの学習です。光ファイバーはガラスやプラスチックでできた細くて透明な線だと思ってください。そして光を伝える、光を伝送することができるという大きな特徴があります。LED 光源の光も端から端まで伝えることができます。光ファイバーが多少曲がっていても伝わります。この実験は光ファイバー1本だけでもできますので、次に紹介する実験をぜひやってみてください。この透明な細い線が光ファイバーですが、これを LED 光源に差し込んでLED 光源をつけてみると、一体どうなるでしょうか。LED 光源をつけて、それぞれの光ファイバーの端を見てみると、これは赤くなってますね。次にこれは緑になってます。そして最後にこれは青くなってます。光ファイバーは1960年代から胃カメラなどの内視鏡として医療分野で使用されるようになりました。これは実験用のファイバースコープです。これを使ってトンネルライトを見てみると、ご覧の通り、はっきり見えますね。ぬいぐるみはどうでしょう？映像では小さいですが、しっかり見ることができますね。そして、光ファイバーは、1980年代から文字や音声、そして映像を世界中に一瞬で伝送するという光通信の役目を担うようになりました。情報量は莫大なものなので、実際は光ファイバーを束にした光ファイバーケーブルというものを使用しています。一本の光ファイバーは髪の毛ぐらい細いものです。映像などのすべての情報はデジタル信号、すなわち0と1の配列による信号で伝送されるようになりました。ここで一つ皆さんに課題です。光が0と1、これをどのように区別して伝送しているのか考えてみてください。今回は長くなりましたので、この課題を最後にここで終了しますが、次回の動画でまたわかりやすく説明していきます。